今回のあらすじ。とある二人がエジプト展を訪れた。そこで展示されているミイラと奇跡的な霊感のマッチングを果たし、やばい怨念をもらってしまう。あなたの母親も霊感あるでしょ？その人なら何とかできるからお経を読んでもらいなさい。と助言するかっちゃん。言われた通りに母親の元を訪れお経を読んでもらう。しかし、そのお経を読んだ母親が最後に一言。私、何かもらっちゃった気がする。その一言の後、体調を崩して病院に運ばれることになる。撮影でたまたま近くを訪れていたムイとカッチャン。自分が行った手前もあるしなぁ、とカッチャンは病院に足を運ぶのだった。しばらく待合室で待機し、その間に情報を得て、怨念の正体が、エジプト神の中でも最も古く、最も偉大で、最も多様化した神、ホルスが関わっているとわかる。正確にはホルスの名を冠したホルスの荒人神の呪いとのことだ。紀元前300年前、今からおよそ2300年前に実在したホルスの化身、荒人神の怨念を除霊することになった。呪いを受けた方のおでこに数珠を乗せ、その一つ一つに怨念を分散させて吸い取り、これで大丈夫と怨念を移し替え、翌日には体調も良くなっているとのことで、こちらは一安心。その後、すぐに別れて病院の外まで移動する。今回の動画はここからのお話です。ちょっと待って、取っといていいよ。あ、ティッシュ終わり。あ、助かる。ちょうど目に入ったけ、これだけ持ってきた。撮るはいいけど、これ映像に出すのかい？出して、なんとかとりあえず記録だけ取っておいてほしい、これは。説明しながらでいいよ。どこから説明すればいいんだろうな。最初これでいい。とりあえずとある方がエジプト展に行って、そこでホルスの怒りを買ったらしくって、それの呪い、何で言えばいいんだろう、親族の呪いかな、これは多分親族だな。お、そのとある方が受けて、親族です、これは親族だな、それをホルスではない、それをこんなに優しくないもん。それをかっちゃんがなんていうの取り込んで、その方はもう大丈夫だよっていう状況に持ち込んだんだけど、かっちゃんがピンチ。俺やみ上がりだぞ。プトレマイオス朝に紀元前300年前の神様とかっちゃんが勝ち合っとる状態です。体抜けん。なのかい？は？吐き気？体から追い出しとね。おう。要するに体で弱らせて、うん、口から出すという。今どんぐらい吐けた？吐けてない。あら。まだ弱らんな、なかなか。
と少し。いや、えらい。改めて思うとホルスのなんていうのやばいな。やばいな。世界最高レベルの神様、トップオブトップの神様の呪いか。やばいな。辛いなこれ。初めてだこんな辛いの。これまで散々辛いことやらした気はするけど。これほど辛いもんねえな。鼻水。紀元前300年2300年前に2300年前の呪いの発酵熟成だからね。なんていうかあれだね、3回吐いたってむしろだいぶ優しい方だったんだなって思う。あの1回その呪いを受けた方が3回吐いたっていう、それを聞いてなかなかだなって思ったけど、今のかっちゃんの方がよっぽど辛そう。なんか今語っときたい感想はあります？必死？えらい。今なんとか体でサタンは、サタン対地上の神か。面白い。怪獣大戦争始まっておる。今すげえサタンの方が強いな、やっぱ。あ、強いんだ。強いな。ホルスには、ま、分からんけど、あくまでも家系だからな。あれだね、やっぱりその純正な悪魔とその、うん、神の神ったって所詮人間だからな、うん、人が真似た荒人神だからね。 そこの差ではやっぱりあれか、うん、よかったね、ホルスが上じゃなくて。ホルスだったら負けて、俺死んどるぞもう。もう俺病み上がりだぞ今。なんだっけ、ね、ウイルス性のそれかで、かっちゃんも弱ってたんだっけ。頭痛い。今まだ ヒエラティックテキスト読むのやめてもろて。ポッシュティクラウン、ポッシュティクラウン、何の意味だろう。当時の言葉じゃねえのそれ。こんな入り口で何してんのって思われるよ。あ、だろうな。まだ吐き切ってない感じか。
うん、まだ来てない。あ、来ちゃった。入った？はい、今大苦戦してる最中。大丈夫、今のところかっちゃん優勢らしいから大丈夫です。どうしよう。いや、見守るしかできない。俺らが下手につついても。まあ、あと5つ残ってる。あと5つ残ってる。もともと何個よ。いや、全種類全部やったんだけど。あ、その数珠の話。数珠におでこ乗せたやん。うん。あの時に数珠にとりあえず収めて、で、体に入れたんだけど、小分けにしんと勝てない、俺、多分。すごいな、ホルス。こんなの初めて俺も。分けにしないと勝てない。初めて聞いた、このかっちゃんとつるんでて。俺もやって、俺も初めてやって、こんなの。お母さんは良くなりますから、大丈夫です。うん。まだこれから強敵だもんな、撮影が。いける？スタミナ残ってる？そっちの方が不安だよ、俺今。くそ。これは お母さん、口から出るのも分かるわ。あの俺らも見てて分かる。チェッシュあってよかったね。それドア開けて手元にあったからね、使えるって思って持ってきたけど、まさか本当に使えるとは思わなかった。いや、あとちょっと、辛いって言ってた、お母さん。辛いって？体まだ辛いって。うん、今しゃあない、抜いて間もねえからな。多分この辛さだろうな。なんか、かっちゃんの顔見てホッとしたって言ってました。本当？なんか転職しなさいって、させてもらいなさいって。よし、うん、一段落ついた、うんうん、あとはもうサタンに、弱い強いやつはサタンでも倒したで、あとはもう、あとは時間かけてなんとか、時間かけてちまやっていく感じで、うん、もうかけるしかない、ここはもう、はい、この代償は高いぞ。どうです？ホルスはダメでしょう。ホルスと喧嘩しちゃいけないよ。喧嘩したご感想は、ちなみに。やばい、やっぱやばい、やばい、すごいやばい。こんなの今まで人生の中で一番食らったことない。
これは熱出るの分かるわ。多分良くなりますから、うん、ある程度は残してるんですけど体の中に、あ、それは多分抜けると思いますもんので、あとのやつは取りました。危ない、すべてやばいやつは。元々は私が連れてきたものですか？そうですね。で、お母さんちょうど多分体が弱ってたんだろうね。そこにポンと入っちゃったんだろうね。ああ、ちょっと楽になってきたわ、やっと。とりあえずサタンが飲み込んだ。おう、頑張ってくれた。おう、今回ばっかは感謝じゃな。飲み込んでくれたみたい。食ったってやつやな。神様の味は美味しいんだろうか。いや、ホルスじゃないもん。ホルスが出てないもん。一族だもん。まだ助かってないって。これホルスだったら多分俺無理だもん。そう、ね、こいつらでこんなけん力ついとるんだ。言うて、そうやね。決心でそれだもんだな、言ってしまえば。やっぱミイラ、うん、でミイラだけは返せと。だからミイラの生き量だけは返せと向こうが言ってきとるで、それは返す。で今とりあえず、吐いたとともに出した。ああ、なるほど。吐いた。